スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。この時間は岡山対熊本、こちらをご覧いただきます。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岡山、この試合 4-3-3 というシステムで臨んでいます。どうご覧になります？そうですね、両ウィングが注目になりますよね、はい、ワイドに開くことによって中央から相手ディフェンダーを引っ張り出せますし、そこにクロスを入れていくか、あるいは両ウィングはスピードがあるので、やはり切れ込んでいくということも一つの狙いですよね、まあ、あとは何といってもボランチが重要になってくるんですよね。なるほど、ボランチなんですね。そうですね、この場合ですとアンカーですよね、はい、まあ、常に状況を理解して正しく判断できる、まあ、高い能力を必要とするポジションですよね。なるほど。さあ、ファーストハーフが始まりました。岡山対熊本、エキシビションマッチです。サイドをご紹介しましょう。向かって右のエンドから攻めるのが熊本、左側が岡山。裏のスペースを狙う、このパスはキーパーへ。黒木、一旦戻します。伊予波、上村、裏のスペースを狙う。カウンターを仕掛けていきます。高橋、ここで前を向けるか。チアゴ・アウベス、ヒロキ、柳、田中と、これはつながりません。緩いボール、これを拾いたい岡山。どうだ、クロス、田中、デューク、宮崎、徳本、河合、徳本、河合、宮崎へパスの交換、スルーパスを出す、つながります。クロスを選択、ボールはクリア。相原、高橋、上村、川原、上村、杉山、上村、組み立てながら攻め上がっていく。開きましたよ、前。大きく縦へ。チアゴ・アウベス、一旦前を取る、クロスが入る、必死のクリアですよね。いいプレッシャー、上村、さあカウンターを仕掛けます。坂本、前半14分になろうというところ。さあ、この序盤両チームともいい感じにチャンスを作っています。まだ序盤ですけども、両チームともシュートまでの形を作ってますよね。どちらも多少手応えを感じているんじゃないでしょうかね。裏のスペースを狙う、撫でるようなボールタッチ、中は枚数います。どうだ、さあどうする、さあ左へ預けて、どうだ、徳本、田中、ロングフィードで狙う、浮かせたボール、
チャンスになる。さあ右へ預けてフリーだ。さあチアゴはシュート、佐藤のセーブ。井岡、今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。黒木、杉山、アーチのようなパス、越えた。さあシュートレンジだ、上がる。ふわっと裏を狙う、いいボールだ。サイドへ味方を走らせますが、これは合いません。柳、ハワイへ、ヒロキ、裏を狙っていきます。丁寧に足元を使う、中で味方の選手が待っている。田中、熊本、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。さあカウンターのチャンスになります。坂本、さあここからの展開、杉山、さあつながるか。この位置でボールを受けます。縦へのボール、川井、広木、岡山、起点となるアクションを作っていけるのか。長いボール縦へ、坂本、上村、アーチのようなパス、伊予波、宮原、うまいですね。河合、ここはいいプレスで奪います。木山、ヨルディバイス、宮原、ボールがつながる。木山、体を張ります。長いボールを送ります。ボールを下げてリズムを作るか。岡山、起点となるアクションが欲しい。チアゴ・アウベス、前半31分です。通るのかこのパス。足元大事に行きます。川原、菅谷、川原、井岡、どう組み立てる。菅谷、ふわっと裏を狙う、大きく縦へ、チャレンジはしません。後ろに流す、田中、デューク、チアゴ・アウベス、この柔らかいパス、抜けてくる。ボールが頭で来た。素晴らしいポジショニングでした。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、これをしっかりそうしていかなければいけませんよね。大きくサイドチェンジ、このパスを受けて川原、右サイドへ振って、
どうする、ミドル、岡山完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、思い切って狙ってきましたよね。まあ、相手よりシュート数少ないので、そういった意味では積極的でいいと思いますけどもね。ゆるく狙ったボール、コーナーキックです。キーパー触る、徳本、この位置で受ける、バーへのボール、熊本、ここクリアで難を逃れます。宮原、徳本、ヨルディ・バイス、木山、あと2分少々で手元の時計は45分、徳本、また中央へ渡ります。チャンスを演出できるか、宮崎がここはファールを取られます。キーパー前へ蹴り出します。ヨルディ・バイス、柳、木山、田中、そして今前半終了の笛が吹かれました。前半0対0。さあ北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。岡山としてはクロス攻撃が非常に機能してましたよね。まあ結果として得点には結びついていませんけども、相手のウィークポイントには間違いありませんから、後半もどんどん続けていくっていうのも一つの手ではありますよね。岡山対熊本、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。後半キックオフです。0対0で折り返しです。上村、川原、緩く狙ったボール、柳、ヨルディ・バイス、徳本、柳、縦へのボール、ヒロキ、スルーパスを狙う、このボールはカットされます。菅谷、黒木、長いボール縦へ、杉山、裏へのスルーパス、ここで受けて中央へ、直接行ってしまいました。杉山、川原、坂本、宮原、ここは間合いを取る、坂本、もう一つ前に行きたい、スペースを狙う、いいボールでしょ、もうこれいいでしょ、中央へ、ヨルディ・バイス、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。レフリーの注意が入ります。深い位置からのセットプレーになります。どこ狙ってきますかね。坂本、勝負のシーン、川原、上村、川原、上村、
川原、上村、川原、杉山、ここで丁寧にコントロール。さあ中はいる、中央へ、クリアです。いやーよくこれ守りましたよね。まあいる位置が良かったんでしょうけども、気迫を感じましたね。ボールを追う、ヨルディバイス、長いボールを送ります。徳本、柳、木山、ひろき、河合、川原、大きく縦へ、また中央へ、高橋、裏へ届くか、収まった、フリーだ、シュート来た、先制。後半に入って試合が動きました。狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応を遅れてしまうんですよね。先制1対0です。この辺のね、1点の重みっていうのありますよね、試合の状況がガラッと変わりますからね、はい。田中、パスをつなぎます、裏を狙っていきます、シュート、やっと、いや早かったですね北澤さん。いやこれまたすぐ追いつきましたよね。今日はなかなか動きのある展開になってますよね。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。そうですね、出してと受けての一つ、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。岡山、ここで追いつきました。得点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、そこをついてよく決めましたね、はい。川原、縦へのボール、宮原、ここで受ける、さあどこに出してくる、シュート、勝ち越し、見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んでゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね。いや、しっかり決めてきましたね。勝利に向けて一本抜け出しました。ひろき、河合、デューク、田中、サイドを使います。仕掛けるか、岡山としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。杉山、ふわっとしたボール、クリア、このピンチをなんとか出します。頭だ、いやー、ポストの左です。
熊本決定的なチャンスを迎えたシーンでした。川原、坂本、スルーパスを出す。ここはつながりません。柳、熊本、先ほどからどんどん人数をかけて前線でプレッシャーをかけに行ってますね。そうですね、相手のバックラインまで積極的に行ってますからね。はい、北澤さん、そのような高い位置でボールを奪えれば一気にチャンスになりますものね。なりますね、ショートカウンターですね、うん、まあそのためにはただ人数をかけるだけではなくて、はい、チーム全体として連動して相手のパスコースを潰していかなければいけないんですよね、うん、そうなるとかなりスタミナの消耗が激しいので、はい、一人でも足が止まるともう連鎖的に厳しくなってしまいますよね。ポイントとしてはいつまでこのハイプレスが持つかですよね。そうですね。宮原、ルーズボール、チアゴアウベス。さあチアゴアウベス自分で行く。デューク、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあどうする。ここで丁寧にボールを扱う。田中、高橋、さあ持っていく。プレッシャー、ヨルディバイス、ハワイへ、大きく縦へ、ハワイ、チアゴ・アウベスへのボール。ヒロキ、河合、仕掛けるタイミングを図る。中人数揃っている。いけるか。河合、今日の試合でアシストを記録しています。木山、柔らかいボール、一旦前を取る。中は枚数いる。これ仕掛けるか。どうだ。河合、チャンスを演出できるか。来た、シュート。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。まあもらうまでにフリーだったと思うんですけども、しっかり寄せられてましたよね、体を。まあ寄せられてなければ決めれたでしょうけどね。縦へのボール、菅谷、川原、右サイド上がっていく。長いボール縦へ、この柔らかいパス。さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。杉山、カウンターを仕掛けます。裏を狙う。仕掛けるか。どうする。シュート。岡山、ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか。今のは非常に危険なシーンでした。両チームともメンバー交代があるようです。同時に2人の選手が入れ替わります。岡山、最終ラインまでボールを下げる。ヨルディバイス、長いボールを送ります。斉藤へパースをつなげます。大きく縦へ、宮原、スルーパス、
そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうという感じ出てますよね。宮崎、時間ないでしょ。ここ行きたいところですよね。裏のスペースを狙う。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。高橋、相原、裏のスペースを狙う。おいい形ですよ。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。中央へ、危ない、シュート触れた。岡山ここは大きくクリア。危険なシーンでした。手元の時計ではもう時間がありません。相原、伊藤、さあ左サイドへ、中上げる、飛び込んだ。木山、もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。ボールを受けて、ここで笛ですか。2対1、岡山わずか1点の差で負けてしまいました。さあ北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。岡山としてはサイドから攻め込まれるケースが多かったですよね。やはりどうしても中へ中へ意識が行きやすいですから、しっかりゾーンで守ることも今後必要になってくるでしょうね。はい、そうですね。そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。岡山2対1と接戦をものにすることができませんでした。